皆さん、オンチャリットです。いやー、ガチでこれ奇跡起きました。本当に嬉しいです。感謝しかないです。というわけで、この度私のこのリクトチャンネル、チャンネル登録者数3000に突破しました。そんな、ありがとうございます。いやね、私の YouTube のこのコミュニティ、ツイッターみたいなのあるじゃないですか。最近僕ツイッターもね、精力的に活動してて、全くフォロワー増えなくて困ってるんですが、まあ、それは置いといて、YouTube のコミュニティでもまあ結構言ってました。ツイッターでも言ってました。私、今月の目標、登録者3000人突破という目標を立てて、まあこれかなり際どい。いけるのかどうかというラインの本当ギリギリのところを攻めたつもりでした。そして、本日、まあ今本日に上がってるかわかりませんが、4月30日10時50分頃に、チャンネル登録者数3000人を突破することができました。本当に。ありがとうございます。もう、ね、今週の段階で無理だと諦めてました、正直言って。YouTube って時たま調整が入るんですよ。多分なんか不正なアカウントとかなんかあんま使われてないアカウントが削除されて、一気に登録者がちょっとバーンって減る時があるんですね。で、それを私、先週2回ぐらい食らいまして、いきなり10人ぐらい2回も減ったんですよ。でも無理やと。うん、3000人、普通に増えていけばいけるかっていうところで、その20人ぐらい減っちゃえば、厳しいだろうなという中で、まあ、非常に今月、もう調子よく皆さんが私の動画を見てくださった、コメントをくださった、高評価をくださったおかげで、本当にチャンネル登録者数は、最大伸びとはいきませんでしたが、まあ、最大伸びと、まだもしかしたらいくかもしれないですけど、250人以上、今月増えましたし、まあ、していただきまして本当にありがとうございます。そして再生回数、なんと、月間再生、過去一です。初めて15万回超えました。本当にありがとうございます。いやもうね、どの動画も2000再生はもう前、どの動画も言ってるぐらいの勢いで、もうびっくりですわ、本当に。で、1万再生、久しぶりに約8ヶ月ぶりに、名探偵コナンの映画の感想動画、今 1.1 万回再生されてまして、1万回も突破しましたし、まあね、嬉しいことしかないです。今月に関しては。マイクール、やっぱ始まりのクール。まあ、4月、7月、10月、1月かな。ここって一番盛り上がるんですよね。この、まあ、YouTube 界にとって、アニメ YouTube 界にとっても、やっぱアニメ業界とかにとっても、やっぱそのクールが始まった最初っていうのが一番皆さんいろいろ見られてるから、熱量が高い。まあ、あとは一番最後のとこですよね。うん、っていうとこで、まあ、アニメ YouTuber としても、私も、まあ、いろんな動画をね、まあ、アニメ YouTuber 直っていいかまだわかりませんが、いろんな動画を上げてきて、まあ、こうやって活動も今1年半以上か、まあ、やらせていただいて、まあ、そういうのも分かってますから、今月は勝負だという子で、まあ、かなりいろいろ勝負を仕掛けた結果がこれという子 で、総再生時間も1万時間を初めて超えまして、いや本当にありがとうございます。本当に感謝しかないです。もう本当無理だと思ってたんで、うん、やるぞっていう気持ちでいたんですけど、これは厳しいかもしれねえなと、これは無理だろうなって、まああったんですが、こうやって達成できて本当に嬉しい限りです。またですね、ライブ放送も、もうライブ放送もずーっともう、1ヶ月以上できてないんですよね。できてないので、ゴールデンウィーク中には確実にやろうかなと思ってます。ぜひね、皆さん、ご参加いただきますと、3000人突破記念みたいな感じで、やろうかなと思ってますんでね。また皆さんとお話できたらなと思ってますし、今月はサブチャンネルも1本も更新してません。まあ、ライブ放送も1回もやってませんが、まあ、それだけこのメインチャンネルの動画ってとこに今すごい力を入れた月でもありました。まあそんな中で達成できて本当に皆さんの、おかげでしかないと思ってます。ありがとうございます。で、まあ、前期に関してはもう本当再生数が一時期もう伸び悩むどころじゃないぐらい伸び悩みまして、まあ無理だと、もうオワコン化してると、今期の作品が悪いのかみたいなね、とんでもないことまで私は言う動画も上げまして、まあいろんな意見をいただく中で、うん、もうお前が悪いんだよっていうコメントまあいろいろと、まあ前期は自分を見つめ直す機会も、与えていただきました。でも本当前期がすごい苦しくて、で、まあツイッターでもちょっとつぶやいたんですが、本当もう実写系のアニメ YouTuber もう限界だなと、もうこれ再生数取れんぞと、うん、もう誰も興味ないぞと、ね、もうみんな多分アニメの画像をボンボン流して、ラジオ感覚のね、ラジオっていうか、なんていうの？アニメの画像でその実写じゃない人たちをね、がまあ伸びるんだろうな、というのをもう前期すごい感じてたんですわ。特にキセコイの動画とかもう、完敗だもんね。そういう実写じゃない人たちに。っていうのもあったし、まあ本当、まあそういう面でも前期はまあすごい悩んだんですわ。本当に。
もうチャンネル登録者数ね、1000人いったら2000人、3000人、ポポポンといってね、1万人いけるやろう、みたいな、正直ちょっと思ってた節があったんで、私は。2000人の時も話してたかなと、もう安藤が 20分以上話してびっくりしたんですけど、自分でさっき確認したら。まあ、あの時もやっぱその、そう一筋縄にいかんと思ってましたが、今回のこの2000人から3000人までの1000人も本当に遠くて、まあ、正直その辛かったですわ。まあ、やっぱすごい好きでやってる子です。本当この YouTube に関しては仕事もしながら、まあ、中には本当ビジネス目的で、まあ、この、ね、YouTube に参戦されてる方もたくさんいらっしゃって、別にそれが何も悪いわけではないんですが、まあ、本当僕はあの楽しく、まあ、自分の好きなこと、まあ、自分の正直な思いっていうのを、こうやって発信していくチャンネルで、まあ、少しでもね、まあ、いろんな方にその作品の良さを分かっていただきたいとか、僕の意見が参考になったら共感をいただけたらなと思って、こうやって上げてきた YouTube チャンネルが、まあ、3000人を突破できた、本当に嬉しい以外の何もんでもないですよね。で、まあ、前期は本当、まあ、ちょっと話戻りますけれども、まあ、実写系のアニメ YouTuber って、ね、まあ、本当に厳しくて、まあ、全然再生されないというのが続いてて、まあ、あの前回も言いましたけど、2000人の時もね、あのトップの方がやっぱ、まあ、あの精力的にやられてる方はまあ今ほとんどいないという状況ですので、まあ、またね、最近すごい頑張られてる方もいらっしゃい、頑張られてて僕は言い方もおかしいんだけど、いる中で、まあ、僕の次の目標は相変わらず1万人です。まあ、あの、ひとまず5000人っていう大きな目標が出てきてて、また5000人突破したらこうやって動画をね、上げられたなと思ってますし、やっぱ年内1万人行きたいなっていう思いで今もやってます。まあ、多分現状のペースだと厳しいというか、あの、なんか僕の思ってた限りだと、もっとね、登録者のペースって増えていくんだろう。なんか、要するに3000になれば増えやすくなる、4000になればもっと増えやすくなるってイメージだったんですけど、意外とそうでもないのかなって、まあ、まあ、このジャンルっていうのもあるとは思いますし、まあ、僕自身の、まあ、話してる、走って、出してる動画はそもそも賛否を呼ぶようなものが多いので、まあ、いろいろな影響があるかなとは思うんですけれども、まあ、なかなか厳しいところではあるかもしれないけれども、再生数もおかげさまで増えてきてる。まあ、また来月から、5月からまたかなり厳しい時期が来るかもしれないんですが、本当にめげずに、こうやって頑張ってきたからこそ今があるので、またね、本当にめげずに何本ももちろん動画も上げていきたいし、まあ、動画を出すために、まあ、ちょっとでも改善を重ねて、少しでも皆さんにいいものをお届けできたなという思いでやっていきたいなと思ってます。まあ、本当前期が辛かったです。今期はもう本当ウハウハですと。おいってね、もう本当にもう今実写 YouTuber の中でね、我ながら言うのもあれですが、もう一番勢いあると思ってます。一番勢いあるでしょこれは。もうこの勢いでもう無事上がってきてっていうのは正直なとこ、ちょっと今ぐらいちょっとキモいこと言わせてくださいね。ではね、すごい思ってます。で、まあ今期はその、まあ、実写じゃない方たち、ね、の方にも、まあ、結構勝たせていただいてるのかなと。登録者同じぐらいの中で一番再生いただいてるんじゃないかなと思います。まあ、前期は本当もうボン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 抜かされてね、もうマジかよと、また一人抜かされたぞということで、なんかすごいね、やっぱこれまで僕自身追ってばかりいたもんですから、なんか初めてこう抜かされたりみたいな経験をして、やっぱ本当に辛かったです。正直なので言えばあんま言わないようにしてましたけど、本当に辛くて、もう別にやめようとかね思わなかったですけど、やっぱ楽しい思いもさせていただいてるし、まあ、だいぶねその厳しい発言とかなんかいろんな人にも慣れてきたので、なんですか、本当、まあなんとかしてやるぞと、勝つぞと、まあ、僕もすげえ負けず嫌いなんでね、本当にもう負けたくねえと、勝ちてという一心で、まあ、やってきて今こういう状況で、またね、あの今波が来てるというか、 YouTube ってもアルゴリズム的に再生をたくさんされるときはどんどん再生されやすいっていうね傾向もありまして、どんどんおすすめにも表示されるっていうのはありますんで、まあ、これ気を抜くとすぐバーンとね、あの、再生数もガタ落ち、登録者全く増えないっていうことになりますんで、気を抜かずに、まあ、少しでも再生いただける。そして、再生だけじゃなくて、ね、やっぱ皆さんに楽しんでいただけるような、この動画見てよかったと思っていただけるような、やっぱ動画を今後とも作っていきたいなというところです。本当ね、まあ、ひとまず、再生数、月間再生数と、総再生時間も間違いなく歴代、今過去一です。今月4月、本当に、ありがとうございます。まあ、しかもこういった状態で登録者3000人を迎えることができた。本当にもう嬉しい以外何もでもないですし、まあね、もう来月でもいいかなと思ってたんですが、やっぱこの今月に達成したからこその今僕のこのすごい喜びがあって、マジで嬉しいです。ありがとうございます。今後とも、わしのチャンネルよろしくお願いします。まあね、来月から、さっきも言いましたけど、またね、YouTube のこのアニメ YouTuber っていうのかな、この業界は、まあ、毎クールその最初の月が伸びやすい。まあ、そこからちょっと支持層になる傾向がありますんでね、その苦しい時期が来ても、また
いろんな動画、まあまあ僕もですね隠し玉をたくさん持ってますからまだね、まだ一応撮ってあるんですよ。あの撮ってあるというか、まあ、今月、まあ、他の動画上げる、いや最初の月のほうが一番いろいろ上げたい動画ありますっていうのもあるんですけど、まだまだいろんな動画ね、あの撮りましたよ。すでにあのルーティン動画とかね、ちょっとネタバラシみたいにしちゃいますが、ルーティン動画もすでに編集まで完了してずっとねこう温めてるみたいな状況なんですが、またどっかでポンと出しますし、まあね、引き続き、まあ、今やってるコンテンツも続けつつ、まあ何かしら新しい挑戦にまたねしていくかもしれません。そのなんか伸び悩みというか、なんかダメだと思ったらね。でも現状はまあすごい今いい形で来てるのかなと思いますんで、今後はもうコンスタントに今2000再生ぐらい叩き出してるんで、3000再生ぐらいを目標に、あの週刊アニメランキングとか毎週やってるやつも3000再生とかを言って、で1万再生の動画をまあ月に1本2本とか出せるようにしていきたいなっていうのはすごい思ってますし、ひとまず次の目標は、まあ大きな目標は5000人、年内は1万人というのは、引き続き陰でやっていきますんで、でまあその目標達成するためにはまだまだ足りないことばかりだと思いますし、今の僕の状態では多分いけないと思いますんで、そこはもっとね腹をくくって覚悟を決めて、仕事が忙しいからとかね、まあそういうなんか言い訳をすることなくね、アニメのこのさ今期のこの作品は再生数取れないからとか、そういうふざけたことを言うのではなく、少しでも私もトーク、もう私を見たいと思っていただければ別に見ていただけるんだからね、結局。そうやってなるよね。まあ実写チャンネルっていうのはそういう強みもあると思います。その作品だけじゃなくて、この人の感想を聞きたいというふうに見ていただける可能性も高まってくるのかなっていうのは思いますんで、うん、まあ、そういった、まあ少しでもね、強みを身につけて、トーク力もまた磨いて、うん、見どころのある話というか、聞きたくなるような、思わず見たくなるような動画っていうのをね、今後とも作成していきたいなと思ってます。はい。ということで、この度チャンネル登録者数3000人突破した、本当にありがとうございますという動画になりました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。まあね、普段僕の動画も初めて見た方もいらっしゃるかも、もしかしたらいらっしゃるかもしれないけど、僕自身ね、普段いろんなアニメの感想、ランキング上とか、あと漫画ラムね、動画上げてますんでね、もしチャンネル登録まだの方はぜひしていただけますと嬉しいですし、本当に、もう今回はもう感謝しかないです。マジでチャンネル登録者数3000人、月内目標、4月の目標達成できました。もう嬉しい限りです。まあ、ひとまずこの3000人という大きなところを突破できたのも本当に嬉しいです。マジでありがとうございます。では、冒頭でも言いましたが、ライブ放送もね、やります。そういった時に皆さんとお話できたらです。まあ、サブチャンネルは、まあ、もうちょい余裕出して、余裕が出たら出すかもしれませんが、まあ、ひとまずちょっとメインチャンネルをね、しばらくは頑張っていこうかなと思ってますが、本当に、皆さん、ありがとうございます。そして、ここまで、動画ご視聴くださった皆さんも本当にありがとうございます。今後とも引き続きこちらの、リプチャンネルよろしくお願いします。そして、サブチャンネル、ツイッターの概要欄にリンク貼っておきますんで、ぜひぜひ、チャンネル登録、フォローの方していただけますと大変、嬉しいございます。ということで、ちょっとなんか最後なくなりましたが、本当ですね、皆さん、ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。そして、3000人突破、ありがとうございます。